リンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦4日目とはいえ、谷野選手1人になってしまいましたが、今日は3オーバー以内だったら USLPGA の QT の挑戦権が得られます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ミッションヒルズトーナメントコース最難関トップ3に入る13番にやってきました。ここはフェアウェイが左から右に、低くなっているので、左半分をキープしないと右側のラフに跳ねてしまいます。フェアウェイ左半分がターゲットです。正面の家の煙突はベストポジションです。ナイスショー。フェードじゃん。はい、フェードだったよね。最難関13番ホールセカンド地点にやってきました。つま先下がりのライでちょっとライはよろしくありませんが、158ヤード6番アイアンです。ピンの左に向けて、バンス右に、フレンドリーキックでグリーンに乗って、なおかつ右に寄っているので、まあナイスオンじゃないでしょうか。最難関トップ3 13番ホール、なんとか2オンに成功しましたが、手前から奥にかなり傾斜があり、真横につけているために、かなり曲がると思います。90度近く曲がるんじゃないでしょうか。少なくとも傾斜は 50% ぐらいの傾斜でかなりきついです。それでは右に行ってしまうので、行ってしまう。また今日よくあるパターンの1メートルちょいのパットが残っております。なんとかしのぎたいところです。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスセーブ。14番パー3に来ました。ここから撮る写真はフェアウェイグリーン、ヤシの木、池、それと山があり、冬には上5分の1が化粧するので、景観的には一番綺麗なホールとなっています。今日のピンポジションは真ん中ちょい奥、2段グリーンの上部の設定になっています。通算4オーバー合格圏内が続いております。156ヤードちょい打ち下ろしのパー3。ピンに向かって綺麗に飛んでいってます。ナイスショットです。ナイスショット。ちょっとショートです。下の段に戻ってきてしまいました。約 7,8 メートルのパットになるかと思います。14番グリーン上です。今日はここが高い段、それからここに坂があり、低い段に落ちてしまいました。かなり上りの傾斜となっています。山は正面なので右から左、傾斜も右から左になると思います。強弱も難しいパットとなります。読み切れずに左に大きく外してしまいました。ああ切れました。思ったよりも決めるラインでした。距離感が失いました。
さあ、谷田理香選手、15番ホールにやってまいりました。あと4ホール。頑張りきれるか。ちょっとドローがかかって、バンカー方面、バンカーに着地して、バンカーから出て、バンカーの先のラフに出たと思います。セカンドショット、6番アイアン、残り166ヤード、左足下がりになっており、番手が立ってしまうので、6番を選択したようです。お、筋いってる。おー、ナイスショット。ありがとうございます。おー、ナイスショット、ナイスショット。近いんじゃない？ちょっと手前ですかね。いや、結構走ってったよ。15番のグリーン上です。12メートルあるでしょうか。上りのパットです。山はご覧のように正面なので、目は、右から左に走っています。全体の傾斜は見えるでしょうか。全体の傾斜はメガトレンドが右がかなり高くなっています。ということで、こちらから見るとスライスですが、目があるのでそんなに曲がらない、スライス。カップ3つ程度でしょうか。お、いい感じで来てますが、あ、ちょっと大きいか。あ、でもナイスタッチです。ナイスタッチ、しのいだね。今のパットも難しいパットだったよ。うん、ナイスパー、しのいだね。3ホール、3トゥーゴー。ミッションヒルズトーナメントコース最難関ホール16番にやってまいりました。距離が長い右ドッグです。谷田選手の飛距離だと左3分の1、フェアウェイをキープしないと途中に歩きがスタイミーになってしまいます。正面のバンカー狙い、左3分の1に250ヤード、綺麗にドライビングショットができるか。おーおー、ナイスショー。見事3分の1左250ヤード、ナイスショットです。最難関乗り切れることができるか。ゆりか選手、見事にナイスドライビングプレイスというかベストポジでした。170ヤード5番アイアン。さあ、最難関乗り切ることができるか。お、ちょっとフェードかかって筋っていますが、距離はどうだ。あー、ちょっとショートです。約15ヤードから20ヤードぐらいショートしています。16番のグリーンからです。ピンから18ヤード、かなり上りの角度です。かなり難しいアプローチになりますが、なんとかここでセーブできるか。ちょっとショートですが、残り約80センチにつけております。今日は1メートル前後のパットが多いです。これを確実に決めたいところ。大事なパーパットです。傾斜を調べております。ナイスパー、トゥートゥーゴー、トゥートゥーゴー。さあ、リンゴルフフューチャーズトーナメント大詰めに入ってきました。残り2ホール、現在通算5オーバー、146ヤード、7番アイアン。
さあ乗せることができるか。ピンの右に飛んで、あ、ちょっとグリーンからずれ落ちてしまいましたが、ほとんどオンしております。30センチぐらい落ちたでしょうか。17番グリーンです。ピンから約8ヤードのところにあります。かなり下り傾斜も強いので、繊細なタッチのアプローチとなります。本人も後がないことが分かっていますので、緊張しながらも繊細なアプローチが打てるか。あ、パターを考えました。パターもありかもしれません、ラフ30センチほど超えないといけませんが、強弱の加減が難しい。やはり感覚が合わずウェッジに変えたようですが、繊細なタッチが必要なアプローチです。ナイスアプローチ。おお、ワン・ツー・ゴー、ワン・ツー・ゴー、ワン・ホー・ツー・ゴー。さあリンゴルフフューチャーズトーナメント2023年というか22年の結果に基づいた、ポイントに基づいた最終戦、18番ホール、トーナメントコースポピーポンドがある最終ホールに来ました。重要な第1打目です。池を避けてセーフティーに、ちょっとバンカーまで届いた可能性があるかもしれません。 QT 資格、受験資格獲得まであと1ホール。このホールをパー以下で上がれば USLPG の第1 QT 受験資格が生じます、与えられます。搬入してしまいましたが、ここから今あったカート付近まで180ヤードから90ヤードのショットが打てればパーが固くなります。大事な一打です。ちょっと吹き上がりましたが、もうすぐ飛んでナイスショットです。ナイスショット。さあリンゴルフフューチャーズトーナメントミッションヒルズの決勝戦、いよいよ18番第3打目になります。アゲインスト116ヤード、何番ピッチング、ピッチングです。ピンに向かって、ピンでちょっと右に落ちてナイスオンですが、ちょっと手前か、ちょっと手前でショートしてしまいました、縦距離なのでちょっと距離は分かりません。行ってみましょう。さあ18番の栄光の道へ谷田ゆりか選手が歩いております。ポピーポンドはちょっと汚いので飛び込んで欲しかったんですが、無理でしょう。約10メートル弱、2パットでも決定、3パットをするとなくなってしまいます。さあ有終の美をバーディーで飾ることができるでしょうか。これは OK パーでしょう、谷田選手5オーバー、挑戦権獲得となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。ファイブオーバーでした。緊張しました。緊張した。最後四五ホール緊張した。はい、ね、緊張しました。緊張した。ありがとうございます。久しぶりの緊張だった。久しぶりの緊張でした。ありがとうございました。